はい、今日は発生予定欄を移動します。はい、ラストですよね。ラストです、今期ラストです。あ、クレーク、レーダメだ、やっと終わり。まずはここに入れる容器の準備からで、容器ケースの準備からです。ササさん、ササさん、ササさん、あ、そうか、あ、これは初めて見るかもしれない。あ、この準備、そう、これ紆余曲折あってこれになったんだよね。紆余曲折ってことじゃないんだけど、はい、そもそもはこのペットシーツちゃんがいなくて、うんうん、まあ、鳥さん生まれたら糞尿するじゃないですか。しますね。で、糞尿が、はい、マジで鬼のようにここにビタビタになってて、で、乾燥しちゃうから、これあったかいから、あ、すんげえ掃除するのが大変だった。舞うんですね。うん、すごい大変だった。もうその羽は舞って下にめっちゃこびりついてるし、糞、はい、尿が下こびりついてるし、で、あ、深呼吸すると、あ、そうそうそう、匂いはすごいし、汚れもなかなか取れないし、ほんと2時間ぐらいかかったんじゃない、掃除するのに。やだすげえ大変だった前。今はこのペットシーツというものを見つけたおかげでお掃除が楽ちんです。あー、よかったよかった。いや、文明の力だな。この仕切りは、うん、あれですか、純正ですか、うん、どうなんだろうね、わかんない。あ、これ本社で使ってたのを持ってきたんだけど、その時からこれがあったのか、これだけなんか買って作ったのかわかんない。これってあの、ずいぶん昔から使ってるってことですか。ずっと前、多分私が入った時にはもうあった。じゃあ10年ぐらいという文化が、あ、もう10年はだから使ってるってことだね。すごい、うん、とっても役に立つ。でも何個あんだ今回、あれ、あんまないんじゃね、何個、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個。あー、少ないな。そうね、いや、絢爛したらなんかもっと減りそうじゃない。減ると思いますよ。あ、でも大丈夫そうだ、大丈夫そう、うん、ダメ、怪しい、ダメ、割とダメだよ多分。これもダメだし、これもダメ、うん、これ3つダメ、これダメ、11に減ってしまった。うん、シンブリと13パドと14、この3つダメ。はい、13、14あんまり良くないんだね。これもダメ。12。はい。これダメ。10個になってしまった。残念。悲しい。悲しい。でも10話は変えるかもしれない。知れない。31のはでもやっぱあれダメだね。多分なんかすごいなんかガッツリやっぱ減ってる感じがするね。スカスカだからか。いつも。8月の23。はい。32パドック。はい。1433。はい。はい、次行きます。ちょっと待って。あ、そうですね、分かんなかった。いきまーす。はい。はい、8月の14。32パドック。14、32パドック。はい。1466です。1466。はい。はい。はい、続きまして。8月の14日。8月の14。18パドック。18パドック。1688です。1688。あ、確かに18調子いいな。そうなんですよ。今日も産んでたしさ、素晴らしい、ね。あ、拾ってきたのあれですか ?18 だったの。そう、拾ってきたの、そう。拾ってきたの。8月の16日。お年物万引きしたみたいになってる。8月の16日、32パドック。32。1478。1478。8月の12日、32パドック。8月の12、はい。32、1497。1497、やっぱ32が多いんだね。結局、どうなんですか、足が弱いのを遺伝してるとかなんとか。なんかそんな気がしなくもないけどね。8月の20、18パドック、優秀。8月の20、あ、ごめん、何、あ、20です。 20パドック、あ、ごめんなさい、8月の20の18パドック、うん、18パドック、
1580。1580。18パドック。18いいね。まだ若いんですけどね。ね、素晴らしいね、あれ。あんまり環境も良くないんで、18個で狭くて。はい。はい、続きまして、8月の19。8月の19。32パドック。32。1491。1491。すごいね。さっき9791で。やっぱ2だな、これ。最後のやつ、はい、はい、8月の11、8月の11、31パドック、31パドック、1762です。はい、1762。はい、ボッコボコです。ガサッて軽っ。めちゃくちゃこれ多分1キロないと思う。わかる、めっちゃ軽いもん。これだって1762でしょ。ほんと絶対で半分もないよ。ほらやばだろう。もう縦盛りだってもう、絶対生まれないじゃないですか。廃棄じゃないですか。うん、今まで俺そうで5、6000個多分卵持ってたじゃんか。何とか分かるよ。でもさっきあれですよね、半分ちゃんとできてました、ね。うん、もしかしたらすげえちっちゃい腹ができてないとことちゃんとできてるとこでちゃんと分かれてたかもしれない。あー、そうかも。あー、あるかも。でもこれ博物館行きだな。これ9個になっちゃったよ。だってこっからすげえちっちゃいダチョウが生まれると思えないもん。絶対ないですね。ここ分だけだよ。みんなここの全力を使ってやっと立派なダチョウが出てくるじゃん。ここしか使えなかったらさすがにちょっとできないんじゃない。すげえちっちゃいダチョウなんのかな。 300g ぐらいのさ、すげえピアつって超未熟なるかい。すげえちっちゃいダチョウがなるのかな。はい、おしまいです。はい、ということでおしまいです。はい、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。ミサとオーストリッチファームのふれあいエリアと博物館がパワーアップしてリニューアルオープン。これまでとは一味も二味も違うダチョウ体験ができるよ。10月20日をお楽しみに。